フランス映画祭は日本で毎年行われているユニフランス主催の映画祭。日本初公開となるフランス映画の新作を中心に上映される。1993年から2005年までは毎年6月に横浜市の港未来地区にてフランス映画祭横浜の名称で開催されていた。2006年からは毎年3月に東京、 大阪などでフランス映画祭の名称で開催されている。そのため本校の記事名についても便宜上をつけている。なお、1950年代から1960年代にもユニフランス主催でフランス映画祭が東京で模様されている。主催のユニフランスはフランス文化賞のフランス中央映画庁の非営利外閣団体で海外でのフランス映画の普及。 進行を目的としたプロモーション活動を行っている。毎年フランスから映画監督、俳優が映画祭のために来日する。横浜時代は上映前に舞台挨拶、上映後に観客との質疑応答、サイン会がほぼ全ての上映会において行われるファンサービス豊かな映画祭であった。2006年に東京等に会場を移してからは、 メイン上映会などのみ、質疑応答、サイン会が行われるなどしている。横浜時代は、2003年までは、今泉幸子が作品選考ディレクターを、2004年からは佐藤久里子が作品選定アドバイザーを務めた。会場を東京等に移した2006年以降は、作品選考委員などを設けず、日本での配給がすでに決まっている作品を中心に、 上映している。このため、日本での上映機会が少ない質の高い作品を見ることができる映画祭という特徴を失ってしまった。フランス映画祭横浜が行われたパシフィコ、横浜会議センターネ映画プロデューサーで、ユニフランス会長のダニエル・トスカン・デュ・プランティエが、日本での映画祭を企画。横浜市が地域おこしのために、その招致に名乗りを上げ、 横浜市での開催が決まる。1993年6月に第1回フランス映画祭、横浜93が開催される。会場はパシフィコ、横浜会議センター棟1回メインホールで、期間は4日間。1995年6月にフランスのシラク大統領が核実験の再開を発表し、ムルロア干渉で核実験を行った。 このため日本でもフランス製品の不買運動が起きた。翌年6月の第4回フランス映画祭横浜96では横浜市からの補助金が3割近く縮小され横浜市民との交流を深めるため市民招待特別鑑賞会などが行われた。1996年に高秀秀信横浜市長にフランス映画祭横浜の開催への功績などにより フランス芸術文化勲章が贈られた。2001年6月の第9回フランス映画祭横浜2001からは水曜日からの5日間開催となった。2002年の横浜市長選挙にて市長を12年間務めた高秀秀信が敗れ4月から中田博氏が横浜市長に就いた。この6月の第10回フランス映画祭横浜2002では ユニフランス会長のダニエル・トスカン・デュ・プランティエに、横浜文化賞が贈られ、高秀秀信、前市長にレジオンドヌール勲章が贈られた。また、フランス映画トロフィーが発足し、これらの受賞式が行われたセレモニーには高窓の宮、同妃が出席した。なお、高秀秀信、前市長はこの年8月に亡くなった。2003年2月ユニフランス会長のダニエル・トスカン・デュ、 プランティエが救世。新しいユニフランス会長に映画プロデューサーのマルガレート・メネゴーズがついた。2004年6月の第12回フランス映画祭、横浜2004では、それまでの今泉幸子に代わって佐藤ひさり子が作品選定アドバイザーについた。フランス映画祭横浜で初めて長編アニメーションが上映され、また観客賞が初めて設けられた。 2005年6月の第13回フランス映画祭横浜2005では観客の増加を受けてメイン会場のパシフィコ横浜の他にワーナー・マイカル・シネマズ・ミナト・ミライト109・シネマズ・ MM 横浜がサブ会場となり全ての長編作品がサブ会場でも上映された中田市長になりフランス映画祭横浜の規模縮小や開催中止が危ぶまれたが 2005年6月に横浜シネマテークが発足し、また2005年から毎年6月は横浜フランス月間が行われるようになった。しかし、横浜フランス月間の中心となるはずのフランス映画祭は2006年から3月開催となってしまった。3月開催への変更2005年夏にユニフランス側から翌年3月開催を打診されたが、 横浜市は2005年度の予算はすでに組んでいる上、2005年度のフランス映画祭は6月に開催済みであったため、2005年度内となる2006年3月の開催では予算が組めないと断った。ただし、横浜市としては以前のような映画祭への参加も考えていることを表明した。なお、ユニフランス側は横浜市長選が2006年3月にあったため、 横浜市が断ったのだと説明している。六本木ほか2006年は3月にフランス映画祭2006の名称で東京、大阪にて開催された。2005年までのような作品選定委員は設けず、日本での配給決定済み11本とフランスの映画会社からの次戦19本の経営30本の長編と短編特集を上演した。東京では、 メイン会場に、シネマメディアージュ、サブ会場に、バージン東方シネマズ、六本木ヒルズ、大阪では、東方シネマズ高槻が会場となった。なお、オープニングセレモニーは、招待客のみでの上映であった。2007年3月のフランス映画祭2007では、東京、横浜、大阪で開催された。日本での配給決定済み12本を含む、長編16作品と、 短編特集が上映された。関東では、メイン会場に東方シネマズ、六本木ヒルズ、サブ会場に、シネマメディアージュ、東方シネマズララポート横浜、大阪では、東方シネマズナンバ、東方シネマズ高槻が会場となった。なお、横浜では、長編3本と短編特集のみの上映であった。2008年3月のフランス映画祭2008は、 東京、大阪で開催された。日本での配給決定済み5本を含む、長編13作品と短編特集が上映された。東京では、東方シネマズ、六本木ヒルズ、大阪では、東方シネマズナンバーが会場となった。関東では、東方シネマズ、六本木ヒルズのスクリーン7での上映は3回のみで、他は、スクリーン5、スクリーン6での上映である。これは、 すべての上映作品をパシフィコ横浜会議センター棟1階メインホールで上映していた2005年までの横浜時代と比べ大幅な希望縮小となる2009年1月ユニフランス会長にマルガレートメネゴーズに代わって映画プロデューサーのアントワーヌ・ド・クレモントネールがついた2009年3月のフランス映画祭2009は東京のみでの開催された 日本での配給決定済み7本を含む長編15作品と短編特集が上映された。会場は東方シネマズ六本木ヒルズですべての作品がスクリーン7で上映された。期間は木曜から日曜日までの4日間。2009年4月からユニフランスの新しいディレクターにレジーヌ・アチョンドがついた。2010年3月のフランス映画祭2 1 0は 日本での配給決定済み7本を含む長編14作品と短編特集が上映された。期間は木曜から春分の日の月曜までの5日間。2009年同様、東京のみでの開催ですべての作品が東方シネマズ、六本木ヒルズのスクリーン7で上映された。この年のフランス映画祭から短文投稿サービスのツイッター、 ソーシャルネットワーキングサービスの Facebook とマイスペースに公式アカウントが作られ映画祭情報が提供されるようになった。有楽町ほか2011年以降のフランス映画祭が行われた有楽町マリオン2011年のフランス映画祭2011は6年ぶりに6月開催となった。日本での配給決定済み4本とビデオリリース決定済み1本を含む 長編12作品と短編特集が上演された。期間は木曜から日曜までの4日間。初めて東京、有楽町で開催され、会場は有楽町朝日ホールで、レートショーのみ、東方シネマズに地劇3で上演された。映画祭ユニエーは初めてユニフランスフィルムズと東京フィルメックスとの共同で行われた。2012年は、 20回記念として6月に 20th Anniversary フランス映画祭として開催された。日本での配給決定済み10本を含む長編11作品と短編特集が上映された。期間は6月21日から24日までの4日間。2011年同様、会場は有楽町朝日ホールでレートショーのみ。 東方シネマズに地劇3で上映され、映画祭運営は、ユニフランスフィルムズと東京フィルメックスとの共同で行われた。その後、フランス映画祭2012として、京都で6月25日と26日の2日間、福岡で6月27日から7月1日の5日間、開催された。京都では、東京での上映作のうち長編5作品と短編特集が、 京都シネマにて上映された。福岡では、福岡市総合図書館と、西鉄ホールにて上映された。2013年1月、ユニフランス会長に、アントワーヌ・ド・クレモントネールに代わって、映画監督のジャンポール・サロメがついた。2013年のフランス映画祭2013は、日本での配給決定済み長編8本と旧作のデジタル修復版1本を含む、 長編13作品と短編特集が上映された。期間は6月21日から24日までの4日間。2011年2012年同様、会場は有楽町朝日ホールで、レートショーのみ、東方シネマズ日劇3で上映され、映画祭運営は、ユニフランスフィルムズと東京フィルメックスとの共同で行われた。また、京都、大阪、 福岡でも上映が行われた。前年3月から翌2月までの1年間に日本で公開されたフランス映画の工業成績上位5作品から最も印象的だった作品に与えられる賞。著名人からなる審査員によって1作品が選ばれる。2002年と2003年のみ行われた。2004年創設。ただし、2005年は投票が行われなかった。 かつては、シトロエン、プジョージャポン、ルノージャポンなどがスポンサーとして、オフィシャルカーを提供していた。これらフランスメーカーの自動車は、監督、俳優らの輸送手段として使われた。第4回フランス映画祭横浜の開催、横浜市今までのニュース1996年4月15日、横浜市長のフランス芸術文学認証受賞に、 ついて横浜市今までのニュース1996年12月9日市民が選ぶ2002年市内10大ニュース横浜市ムービーウォーカーレポート被災記載映画祭全国映画祭めぐりツアーズボリューム4フランス映画祭横浜強い作家性とキャリアを積んで輝く俳優たちフランス文化の奥深さを垣間見た 映画祭最終 BAB BA 映像で結ばれるフランスと横浜。フランス映画祭横浜2005の全貌横浜経済新聞横浜市市長定例記者会見初下の横浜はトリコロールに染まる横浜フランス月間2005の全貌横浜経済新聞横浜市市長定例記者会見横浜市市長定例記者会見 ab フランス映画祭2006開幕ダッシュ c i n e macaf.net e ハットフランス映画祭2012イベント情報九州日仏学館2012年5月30日閲覧ジャンポール・サロメユニフランスフィルムズの代表に就任ユニフランスフィルムズ2013年6月25日閲覧ありがとうございます